ツァルトを生んだザルツブルグ。カラヤンもこの町に生まれました。その郊外、広々とした野原を走るヘルベルト・フォン・カラヤン通りにある家に、今日は珍しくカラヤンさんの家族が顔を揃えました。次女アラベラは19歳。カラヤンは彼女のことを、私に性質がそっくりだと言っています。長女イザベルは21歳。パリの演劇学校で女優への道を歩んでいます。シェパードのツイターとロバと、あれはヤクでしょうか。フランス人であるエリエッテ夫人とは1958年に結婚。夫人はカラヤンについて、とてもシンプルな人、食べ物も着るものも付き合いも単純なものを好みます。何をするにも早い人で、速い車、速い飛行機が大好きですが、家族との生活はごく普通ですと言っています。ザルツブルグのこの家には別棟で屋内プールがあるんですって。カレアンさんは73歳の今も日に3回は泳がれるそうです。